はい、今回ですね、神戸ワールドの5の展開予想タイトル編ということですよね。まあ4大タイトル、ドリーム、ツイン、トライアングル、ブレイブとなっておりますね。で、まあまあ、ほぼほぼ、まあ妄想に近いというか、こうあってほしいなという願望に近いというか、っていう感じになっておりますね。まずドリームは、まあ、仙台ではおそらく防衛戦をしないんじゃないかなっていうのがあって、で、大田区まで飛んで、やっぱ大田区といえばミスター大田区、ミスター大田区といえばやっぱ土井ですよね。土井対吉野のドリーム戦が見たいということで、久々にやっぱ最近ね、ミスター大田区、ね、土井ちゃんおとなしいですから、だからここら辺でちょっとね、出てきてほしいななんて思いますね。まあ、同門対決になるんですけど、まあでも見てみたいなっていうのは非常に強いですね。で、続いてハルクが、大阪で挑戦すると。まあ前回ハルクが裏切るんじゃないかと。ヤマトのことを裏切ってアンチャンスに寝返るんじゃないかということだったので、まあヒールのハルク対吉野ですよね。まあこれも2013年以来やってないのかな。ドイツ戦も2013年以来やってないんでね、見てみたいなっていうのはあって、で、最後に福岡で、年末最後のビッグマッチで、KG がしっかりと吉野から取ってもらって、で、もう来年からは KG とか中心にね、弁慶とか中心にやっていってくれたなって思いますね。はい。で、続いてツインゲート。ツインゲートは、まあ、土井清水。これは確定してますね。はい。で、次が高木と仙台。高木と吉田が仙台で挑戦すると。まあ、ここも前回も話して、で、さらに高木と吉田が取って、それに KG 進むが挑戦するということですね。なんで、トライアングル持っとるやないかというのは、まあ、トライアングルで話しますね。まあ、トライアングルでは、土井吉野弁慶が8月の博多でね、挑戦するんじゃないかなと思ってますね。で、ここでまあ、いろいろあって、まあ、さっき、マキシマムのこの騒動がいろいろあるということで、吉野も巻き込まれていって、土井と吉野が戦うことになるんじゃないかなと。もうこれはもうほぼ 100% 妄想なんですけども。で、続いてそれにフラミータ、カゲドラ、マリアが、まあ、仙台で挑戦して、で、まあ、シュン、モチズキ、で、ここでね、取るんですよ。ね、ナチュラルバイブスが取って、で、シュン、モチズキ、石田が、挑戦するという感じになるんじゃないかなと思いますね。これは大田区で挑戦するという感じですね。で、ブレイブは、石田が、エータに仙台で挑戦しまして、やっぱキットが取られたんでね、次石田行ってもいいんちゃうかっていうのでね、まあ、仙台で挑戦して、で、大田区ではリーに挑戦すると。リーが挑戦すると。いう感じですね。まあ、リーのブレイブ戦みたいですしね。まあ、他にもバンディードとか見たいんですけどね。まあ、でもこれフラミータって書いたんですけど、フラミータがいつまでいるかなんですよね。できればま、9月ぐらいまで追ってくれたらなっていうのはあるんですけど、まあ、それが難しい場合はま、関わってくる可能性高いんですけどね。まあ、その辺ちょっと分かってないんで、まあ、一応書いてあるだけというか、っていう感じですね。はい、ということでまあ、まあ、こんな感じかなーっていうのはあります。まあ、ほぼほぼ妄想という形になってしまうんですけどね。予想というよりかはね。はい。ということで、まあ、今回この辺で撮れましたね。登録、高評価よろしくお願いします。リクエストコメントとかあったらね、そちらの方もよろしくお願いします。で、俺からの、コメントの方でリクエストがあって、ですね、まあ、近いうちにね、ちょっと動画の企画でちょっとやりたいことがあるので、見たい対戦カード。まあ、これは前回動画で言ったんですけど、見たい対戦カード、シングル戦と、トライアングル、じゃあタック戦ですね。これはもう何でもいいです。正直言って。見たいっていうか、可能、不可能関係なしに、純粋に見たいカードっていうのと、できれば、まあ、一つずつかなっていうのと、あとは、まあ、好きな選手も前回やったかな。まあ、それも一応、ちょっと参考にさせてもらいたいので、まあ、もう一度、まあ、一人ぐらい。これはちょっと、別の動画の企画で使いたいなと思ってるんで、ちょっとそちらの方、参考までにね、コメントしていただけたらなと思います。はい、ということで、今回これで終わります。Thank you.